国をかばうなど明らかな対立違反、我らのみで対処可能、鬼もろとも斬首する。ならば俺が派手に首を切ってやろう。誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜ。もう派手派手だ。こんな可愛い子を殺してしまうなんて、胸が痛むわ、苦しいわ。ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそうに、生まれてきたこと自体がかわいそうだ。なんだっけ、あの雲の形、なんて言うんだっけ。拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが、胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろう。どう処分する、どう責任を取らせる、どんな目に合わせてやろうか。まあいいじゃないですか、おとなしくついてきてくれましたし、処罰は後で考えましょう。一体全体どういうつもりだ。